西口桶川駅は埼玉県桶川市南一丁目にある東日本旅客鉄道高崎線の駅である。桶川停車場の従業員と駅前にあった小公園。当時の駅舎や古典橋も見える。対象期の駅舎と駅員。上下線の間に上下線共用の中線を廃止、上りが短式ホーム一面一線、中線と下りが、 島式ホーム1面2線の計2面3線ホームと、下り線の西側に側線が一線ある、地上駅で、京上駅舎を有している。出入り口は線路を挟んで一つずつ、東口と西口とがある。改札は、東西口を結ぶ自由通路の間に1カ所ある。各、ホームともエスカレーターと、エレベーターが設置されている。2.3番線ホームには、北倉主事のホーム、 階段の混雑を緩和するため、東京寄りに改札外につながるエレベーター上りエスカレーター付きの廊下が設置されている。JR 東日本ステーションサービス受託の業務委託駅であり、指定席券売機、自動改札機が設置されている。2016年3月10日より、始発から午前6時30分までの間は遠隔対応のため改札係員は不在となり、 一部の自動券売機のみ稼働する。通勤快速廃止に従い、全快速列車が当駅停車となる、当駅の発車メロディーは、東洋メディアリンクス製の JRSH-8 から1を使用している。2019年度の1日平均乗車人員は26,296人で、ある。近年の1日平均乗車人員の推移は、下評の通りである。 駅前から中線道に向かう道が伸びており、商店街を形成している。中線道まで足を運べば、宿場町の面影を残す旗子や蔵造りの建物が散在している。駅前はロータリーが設置できない狭い空間に、大状のタクシー乗り場と路線バス乗り場が連なるが、大型路線バスは展開できる空間がなく、専用の転車台が備わっている。市内循環バスなど、 コミュニティバスは専用に整備された小さなロータリーを使用している。駅前商店街は再開発計画があり、一部用地が一般車両向けの暫定ロータリーとなっている。市営駐輪施設が整備されているが、手狭な上に駅から距離が離れているため、一般住戸が早朝から深夜にかけて提供している。駐輪スペースの利用者が多数を占めている。西口側は、 工場跡地を利用して区画整理が行われた。比較的広いロータリーがあり、ロータリーと線路の間の花段はボランティアによって定期的に手入れされている。ロータリーには比較的広い空間にバースタクシー等の乗り場が配置されている。また、改札外レベルのペデストリアンデッキにより人車分離がなされており、西口から直接ショッピングセンターにアクセスできる。 都市公団による大規模な団地やタワーマンションが建設され、市営自転車駐輪施設も整備されており、多く利用されている。朝日自動車、丸建翼、交通、東武バス、川越観光バスの各社と、桶川市内循環バスであるベニバナ、紅花号、揚げ尾市内循環バスであるぐるっとくんが、桶川駅より発着している。東口の発着場は、構内が狭いため、 転車台がある。なお、東武バス、川越観光バス、朝日バスの路線はパスもスイカが利用可能である。東洋経済振興社が2005年から2014年の10年間で集計した鉄道自殺、いわゆる人身事故において、当駅及びその両駅間で発生した件数は34件で、この数字は川崎駅や新宿駅などの大駅を抑えて、全国で2番目に多く、 当時、自殺の名所で有名となった新小岩駅をしのぐものである。隣接する北本駅も24県で全国で8番目とかなり多い。東駅構内のホームの北端先あたりを北緯36度線が通る。埼玉県内において、ほぼ同緯度にある駅としては、高坂駅、稲中央駅、名里市駅、秩父駅がある。注釈区天候資料。 プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。